セブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。ソイツセブンカップ42回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。すでに岡田千穂、そしてコーキーが準決勝進出を決めています。今回お送りするのは1回戦第3試合、山ちゃんボンバー VS 平山。おはようございます、パチマガスロマガフリー山ちゃんボンバーです。前々回出させていただいた時に塩姉さんに隣に座られて負け前回出た時鈴鹿さんに隣に座られて負け、よっしゃ必勝本の女子ライターを並々ならぬ思いでムカついてます。はい、今日はそんな中、まさかの、まあ、元がつくとはいえ必勝本の女子ライターということで、今日は初めてサイトセブンカップで血が流れるかもしれないですね。はい、これ以上俺を怒らせないでいただきたいです。平山さんには負けていただきたいですこんなこと言っていいのかもね、ほとんど関係性ないんですけどね。まあまあでも、負けないように頑張りたいと思います。ちょっと面白いこと言ってよおはようございます、みんなの人妻平山です。前回はですね、歯がない人に借金返済してしまってすごい悔しい思いをしました。今回対戦相手が山ちゃんボンバーということで、まあ、歯がない人にお金を貸してて偉いなとは思うんですけれども、なんか聞くところによるとすごいポンコツでめっちゃ引き弱いらしいんで、さすがに山ちゃんには勝てるんじゃないかなと思ってます。なんかサイトセブンカップと相性が悪いお姉すら勝ててるみたいなんで、はい、なんでね、もうなんとしても、まあ最悪隣で打てば当たると思うんで立ち回りもね、しっかり考えて今日は頑張っていきたいと思います。かわいいね今回戦いの舞台となるのは東京都渋谷区の楽園渋谷道玄坂店。 JR 渋谷駅八甲口より徒歩3分のところにあります。パチンコの設置台数は558台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。ソイツセブンカップ1回戦第3試合、キックオフ。あざっす、いきましょう。いやもういいの、いいの取ろう、いいの取ろう。山ちゃん、気の利いた一言もなく足早に2階フロアへ向かいますございます。鼻がねおかしいんですよ花粉で。みんな北東無双なのか。ヒノキ花粉にやられ鼻水ダラダラの平山、大丈夫でしょうか。ここ寒いからやだな普通にいいなこれ。あれ今日いいな、これ足の木どこで売ってんのかな、あいつ呼ぼうかな普通にいい感じだ借金返済教えてあげようかな、今日板店いいよってあ、私のお気に入りの羽物が整備中になってる。この台めっちゃいい台なんですよ。このね、東京タワーの癖めっちゃいいんですよこれ。最悪や。いやちょっと待てよ、いつも俺劣勢だから最近。ちょっと他探すよりも多分あれ打つから、あれ打っちゃおうかな。他探してる時間がもったいないかもしんない。もう打とう、打とう、打ちます。はい、イダテにしました。129がね出たばっかなんでね、ひょっとしたらいいかもしんないなと思って、イダテ見てみたんですけど、まあ結構回るかもしんないなみたいな、ルックスしてたんで、ちょっと多分他の機種見ても多分こいつの方がいいんじゃないかなと思うんで、ちょっともう他見るよりも時間を大事にしましょう。俺なんか最近劣勢が多いからちょっと時間なくなって負けちゃうから、まあ言いたくないけど時間なくなって負けちゃうとか、まあ負けててもなんとかちょっとでも時間があるようにちょっと早めにもう打っちゃいましょう、全部見るよりね。ということでいきます。では、エヴァの決戦打ちたいと思います。なんか前日
3台ともそこそこ回ってて、もしかしたら見た目よりも悪くないのかなと思って選びました。と打ってダメそうだったらすぐ移動します。いつもこうやって台探してるうちにね、一生分の女子ライターはね、俺の後をつけてきてね、俺が打ってる島でね、俺が打ってる隣で打つんすよ。そういうね、姑息な手段をしてくる女子の集まりなんすよ、必勝本っていうのは。いや、もうほんとそれでね、運まで吸われてね、散々負けてるからな。さて、そんな中、山ちゃんのことなど1ミリも気にすることなく、エヴァンゲリオン、そしてシンフォニアを試し打ちした平山、やはり時をスペシャルがどうしても気になるようです。では、なんだっけこれ、時をスペシャル、ちょっと前日良さそうだったんで打ってダメそうなら、ちょっと無双行こうかなと思います。というわけで早速試し打ちを始める平山、山ちゃんのことなど全く眼中にない様子です。さあ、そして大事なのは大当たりラウンド数ですが、第一関門をクリアすることができるでしょうか。3回3です。残念ながら実質2ラウンドの大当たり、投資金額は3000円でした。その後、あっという間に持ち玉を飲まれた平山は、山ちゃんの後ろ姿を横目にまたまた大移動。ではちょっと打ちたかった中森明菜を打ってみたいと思います。今週入ったばかりの新台なので、ちょっと全然知らないんですけど、まあ、従来のアキナだと思って打ってみます。まあ、言うて私そんなにこの台の前作も打ってないんですけど。ちょっとね、さっきの台が、ね、最初の懸念通りちょっとやっぱステージが良くなくて、結局1万円で223回転、まあ損益分岐はね超えてるんですけど、もうちょっと他いいのあるんじゃないかっていうのもあって、ステージ良さそうな台がね当たれば多分もっと回ると思うんで、ちょっと移動してみました。こっちでステージ期待して2万円目いきましょう。もうちょっと早くね見切れればよかったんですけど、でも最初の1000円30回に引っ張られちゃうんですよね。ちょっとね、30は行き過ぎですよ。情けないけどちょっと引っかかっちゃったな、あれで。あー、やられた。どうしよう。5000円の投資でアキナに見切りをつけた平山は、早くも4回目の大移動。昨日1000ハマってる台と新北斗無双の187番台、まっさらな0回転からのスタートです。前日1000ハマりの台ちょっと無双打ってみます。何も出んからちょっと困っちゃったな。さあ、平山が迷走しているうちに反撃に出たい山ちゃんは、あー、これホール変わりますね。赤の音、ホールチャンス。3段階まで行け、もう1回行った、熱い、これ来たぞ。リールロック3段階はね、確か37%ぐらいあるんですよね。赤の方の保留が31%ぐらいかな。これちょっと期待しましょう。ただね、左力が2が弱い。これは変わってほしいですね。疑似練していくうちにね。24は本当に弱いから、せめて24以外でなってほしい。頼むよ。これは絶対熱くなる。次の疑似さんの時にもう一段階落ちてくれれば期待しましょう。だから2なんだ、ここが一番変わってくんないと怖い。疑似連は行くんですよね。確かリールロック3段階がね、バトルリーチ前半までは濃厚だったはずだから、このあとロゴがこれ2段階押したら 62%。 これ本当大事、本当大事。もうちょこい、もうちょこいって、もうちょこいよ。これがないと弱いんですよ。これがないと弱い。2も変わらんし、キャラカットインの赤か金、赤か金、なんもないよ。あー、弱い、弱いね。上から炎がブワって出たら無限ラブ、ブワって来い、ブワって。あ、来ない。
ダメだ、これはダメだ、もう打っていいレベルだこれ。まあバトルリーチ前半で終わってお願いチャンスかドックンドックンに発展することを期待するぐらいですね。まあ、それ言ったとて2点敗だからまあそこまでなんか当たりに期待できない、行きもしない。おお、でも入ってくれた、それが一番嬉しいわちょうど無駄になっちゃったかなと思った一発が入ってくれたのが一番嬉しいわ。早くも泥試合の雰囲気が漂い始めた1回戦第3試合、この暗い雰囲気を変えることができるのはやはり山ちゃんではなくこの人でしょうか。お、よし、何がよしなのか分からんけどあー、まあいいって、この発展することが大事なんで。まあ外れですよ、でもいいんです、こう発展することが大事なんで。え、嘘でしょなんでキラヤマン本日2本目のゴール。当たる今の、なんで、やっぱ昨日ハマってたからね。いやいや、いい音がしていましたよ。おなんとあら、なんてこったい。いやちょっと待て、ちょっと待て、大龍社長、俺拾ってくれた。もう前半の半分使い切ってる。忘れちゃいやよ、使い切ってはないか、もうすぐってことか。いや前半2万5000円ってすぐだな。やばい、俺前々回も前回も前半で2万5000円使い切ってんすよ。またか、もうやめて。他見てみよう。7500円を投資し143回転回したところで再び席を立った山ちゃん、引き続き超位打点を探ります。あー、どうしよう、こっちの島ステージが悪い印象があるんだよな。まあもう昔の話だからな。ブツブツ独り言を言いながら特に面白いコメントもなく671番台へ移動です。はい、ちょっとやっぱステージがもうちょっと欲しいなっていうのがあって、移動しました。どうなんですかね、やっぱ結局ステージ次第、ちょっと打ってみましょう。本当はもうどうでも当たってほしい、かっこつけはいらん、もう当たってほしいよ。もうさあ、そんな中平山は終わった、5連、まあまあ悪くはない。確かに悪くはありません。16ラウンド大当たり2回を含む5連チャンで終了です。5連で6400発どうしよう、一回見に行こうかな。というわけで平山、ここまで完全にノーマークだったライバルの様子を伺いに2階フロアへ。すると超威打点ライトを吟味中のしましまメガネを発見です。ちょっとしたどうですか。はい、どうですか。いや今ちょっとゲンさん打ってて120連チャンしたから、そろそろなんか緩いやつにしようかなと思って。そんなにデータついてる台なかったですけど。いやいや、さ、隠してるんで見えないように私連チャンしましたよ。え、何打ってたんですか。北無双。え、北斗無双でですか。連チャンしました。2連でしょ、その言い方。まあそれなりに連チャンしましたえ、マジっすか。はい、2連以上はしました。2連以上って2も含みますからね。あ、2も含めの2連以上はしました。え、じゃあ2じゃないですか、やっぱ。いや、それはわかんないです。あー、なるほどね。1、
俺120連チャンしてないです。え、知ってます。はい、あの嘘ついてごめんなさい。すみません。え、ゲームはダメなんですか。はい、ダメなんですか。思ったより回、はい、思ったほどは回ってない。まだ悪くないんですけど。無双回りますよ。はい、無双回りますよ。やだやだ、私も嫌です。嫌だんかい。嫌でなんで打ったんだよ。いや、なんか、はい、機能性ハマってる台やったから、はい、いい台なのかなと思って。いや、よくねえだろ別に。そんなで立ち回ってるんかい。でもいい台でしたよね。でも今いい台、なんか台探してるってことは別になんか落ち着けてないってことですよね。いや、見に来て、はい、どうしようかなって。いや、なんか余裕あるな、言い方が。でも無双でそんな連チャンする時間ないと思うんですよ。いや、いや、そんな絶対2連だもん。2連以上はしてますから。だから2でしょ。だから2連以上は2も含むんですよ。さあ、でその言い方は絶対2連以上なの。2なんですよ。あれ、逃げてた、2連だろ、2連だろ、その逃げ方2連だろ、絶対。あれ絶対2連だよ。絶対2連であってほしい、あってほしい。あ、2台連チャンしてる台あるけど、2人とも今打ってる人だから弾持ってないんだ、きっと。よし、余裕だぞ。私の方がマシだ。どうしようかな。私の方がマシだからどうしようかな。はい、移動しました。一応ね、落ち着いて考えてみましたね。はい、ガールフレンド学校から、これ199なんですけど、 U タイムが500からなんですよ。で、これ確かなんですけど、確認と、時短が分からないタイプだったんじゃないかな、セグ見ないと。で、今回転数が244回転回ってるから、ひょっとしたら U タイムまで250回転ちょいぐらいで行くかもしれないんで、これにしといてみましょう。ちょっと初打ちだからなんとも分かんないですけどね、うん。あと今日とことんついてないんでしょうね。ジュース買ったらお釣りが全部100円玉と10円玉できました。もう今日負けるかもしれない。行きます。さあ、そして平山は AKB 桜ライトに移動です。ちょっと AKB の U タイム狙いで、前日いくつだったか、多分100回転で出ると思うんで、ちょっとだけ回してみます。今調べてみた感じ、液晶上から多分分かんないんだと思います。初当たり時のに、ST なのか時短なのかが、多分ここの V アタッカーを見てれば分かるのかな。どうなんだろう、分かんないのかな。まあとにかく多分分かんない状態で単発で終わってるから、時短だった可能性の方が高いんじゃないかな。継続率が 80% ぐらいあるんで、 ST が。で、そうだとすると244回転が全部通常っていうことになるんで、うん、U タイムまで250回転ぐらいで、266回転かな、あ、56回転かで行くと思うんで、まあ、いや、状況としてはね、悪くないはず。さて、こちらも U タイム狙いの平山ですが、これで教えてくれるはず。これが100ゲーム目、サイド液晶に注目です。お、背置きやん。前日の回転数が据え置かれていた模様です。あと100ですよ。これは打たんとダメやな。さて一方、ここまでノーゴール、前半戦強制終了も視野に入ってきた山ちゃんは、テスト勉強合宿にね、高3の時行ったんだよな。そう、5泊6日ぐらいでね、ホテルにこもってね、勉強だけするっていうのがあったんですよ、高3の時に。その時にね、俺勉強もせずにね、好きな子できちゃったの。もうね、あれはダメだったね。その就寝時間になってもね、夜中中ずっとその好きなことをオセロしてたの。だから全然成績伸びなかった。
国公立軒並み落ちてね、軒並み落ちてじゃねえよ、センター試験か、センター試験で全然ダメで、結局親に泣きついて私立行かしてもらっちゃった。でその子にね、高校卒業式の次の日にね、電話で告ったんすよ。朝からね、うちの母さんと父さんが仕事に行った後ぐらいに、もう今言わなきゃダメだっつって電話でね告ったんすよ。そしたら翌日に電話がかかってきて、もう一日待ってくれって言われて、翌日朝から電話かかってきて、あーやっぱり昨日そんな電話してくれたよねっつって、夢かと思ったのって言って、そんな喜んでくれたのかと思ったら、寝起きだったから夢かと思ったのって言われて、なんだよそのなんだよその話と思って。でもそれはね、初めての彼女ができたんですよその時に。長く続かなかったけどな、楽しかったな、あの頃は。あの頃はって今も楽しいよ、楽しい人生送ってる方だよ俺。ただ強いて言えば、今回のこのサドサイトセブンカップの前半戦は楽しくねえな、全然何も起きてるの。そんな映像を見せられている我々の方がもっと楽しくありません。そろそろ笑いの一つや二つ欲しいところですが。かまれ、今まで3枚までしか行ってないから、もう1枚増えてくんないかな、これでな、どうなるんだろう。変わった、4枚になるのか。何枚ありゃいいんだよ。ほら4枚になるんかよ、3枚で終わりで、なんか違うやつに変わるかと思ったら、何なんだろう4枚っていうのは。ああそういうことか、なるほどね。この枚数によって、そうこの保留の色が変わるんですね。 HR、 SR っていうのが、割とチャンス。 SR、 SSR で激アツみたいですけどね。あ、2学期になった。いけんじゃね？ほら、あ、緑か。ああ、いったいった。おい、赤かった。え？これ議事さん？あ、そうか、3学期か、議事さんだ。どうなんだろうな。神経がいると思うんだけどな、多分。キュピレンラッシュっていうのが激アツ第3代。三大も、なんだっけ、三大キュン演出だっけ、なんだっけ、三キュン演出だっけ、なんだっけ、優勝してほしいガール。ああ、勝手に決まっちゃった、勝手に決まっちゃったっていうように見せてて、割とタイプ。どうでもいいよ、保留がね、やっぱ緑だから弱いっぽいんですよね。ここでは当たんないんでしょうね。ここからどう発展とかするんだろうけどな、多分。あ、ないんだ、ないのか、発展の煽りもなかったな。じゃあ発展する、あれで当たんの。じゃあなかなか大当たりをゲットできない山ちゃんは、ついに前半ラストの一玉いきます。もうあなたが当たって、おい、あるぞあるぞ、あるか。そんな簡単にあるか。入ったのは嬉しいけど、あるか。そしてもう一個、次これがラストになった。よし、いけ。ああ、まあまあまあ、 そんなもんだろう。厳しい。はい、25,000 使い切って前半終了戦、前半終了戦って言っちゃって、前半戦終了って言いたかったのね。えもうちょっと情けないですね、3大会連続でね、前半戦半分使い切りっていう形になっちゃう、情けないけど、まあ、後半あと150回転あわよくばね、150回転か250回転で U タイムに入るんで、まあ、完全に何も当たらずの終わりにはならないと思うんで、ちょっとそこから巻き返し狙っていきたいと思います。いや、このまま負けることだけは絶対許されないです。
もちょっとプラスで前半戦終われたので、今のとこ悪くないかなという感じです。後半戦おそらく U タイムに行くかなと思うので、14回転で引かなければ、なんでちょっと、またさらに出玉を後半戦最初に伸ばしたいと思います。お疲れ様でした。スタートから2時間半、大当たりはおろか一つの見せ場すらなく、どうでもいい恋愛話でお茶を濁した山下智人、完全なギャラ泥棒と化しています。あー、ちょっと前半がどうしました？いや元気ないですね。元気ないことないですよ。いや別にちょっとね、まあ、はい、まあ元気よくはないですけどね、あんな感じだったんでね。私は元気です、うん、でしょうね、はい、いや元気って言うほどなんですか？だって2連でしょ。いや5連しましたから。え、5連してんすか？5連もちゃんと16も取りましたから。え、何回っすか？何回取ったっけ、2回もう騙されましたよ。2連の感じで言ってましたよね。言ってないですからね。2連以上ですよ、2連以上みたいな。2連も含むから俺絶対2連だと思った。いや勝手に思い込んでただけで。5連なら5連以上しましたよって言うでしょ。そしたら、じゃあそれ5連だって俺言ってますもん。言わないです。いや引き弱いなぁ。マジか。いやマジか。え、ちょっと待って、じゃあ結構プラスっすか？いや、まあ、大したことはないんですけど、まあ、プラスはプラスですよ。あ、まあ、ちょいプラぐらいなんですかね。まあ、でも、16、2回引いてるなら結構っすもんね。でしょ？頑張ったもん。いや、すげえ、マジか。ちょっと待って。俺がだから、だから6000発以上はさ、あんのか。ちょいプラスであるってことは。何かありました今日？はい？何かありました？ありましたよ、そりゃ。コーヒー買ったんすよ、うん、1000冊でコーヒー買ったらお釣りが全部100円玉と10円玉で出ました。それが俺の今日の唯一の見せ場っすね。え、それしか見せ場ないんですか？やばジュース買うとかは別にカメラ撮ってもらってないから、何の見せ場でもないです。でもまだ全然あれですよ、言うて、はい、言うて分かんないですよ。そうっすよ、分かんないですよ。俺が今売ってる機種ガールフレンドカッコカリなんですよ。 U タイムがありますから。1回は当たる。情けないよ。俺情けないよ、自分の力が。もう自分の力じゃなく U タイム頼りになっちゃってますよ。いや多分直前で通常引くパターンですよ。いやそれはもう本当に言っちゃダメなんです。今のとこカットしてください。今のとこ言ったらそうなるんです。今フラグが立ちました。そう、立ったんじゃない、立たせたんです今のは。あなたがもう立たせたんです、うん、これはもう怖い。やだ、こういうやり方するんですよ、秘書本の女っていうのは。今はもう秘書本じゃないですけれどもね。お願いしますよ、本当いいですよ、通常引いてもらって。いや、それはあなた的にはいいでしょうけど、はい、絶対やだ。俺はもう本当に 80% 継続なんで、 U タイムで 80% からガンガン行く予定なんで俺。予定ちょっと当たんない予定になっちゃうな。それもやだな。どうしたらいいんだろう。当てたいな、当てたい、後半戦すぐ当てたい。それで行きます俺は。そうですか、はい、頑張ってください。もうどうでもよくなってんじゃないか。次回のサイトセブンカップは1回戦第3試合、山ちゃんボンバー VS 平山の後半戦、長崎のしましまメガネと福岡のスーパーアイドル、パチンコ九州ダービー衝撃の結末をドンメッセージ。サイトセブンカップ1回戦第3試合後半戦キックオフ。はい、じゃあ、後半戦ね、頑張っていきましょう。ちょっとこれ以上秘書本の人に負けるとちょっとトラウマになっちゃってね、プライベートでもなんかたまたま通り過ぎた時とかにすごいチッて舌打ちとかしそうなぐらいちょっとメンタル落ち込んできてるんで、ちょっと今日は勝ちましょう。差といっても多分7000発8000発ぐらいの差なんで、全然一撃で負けまくり返せる可能性も全然低くないんで、ちょっと頑張りましょう。いきます。後半戦は引き続き AKB 桜、U タイムまであと14回転なんで、まあ行くのではないかと思っています。ただ私 AKB 桜で2桁連したこと1回しかありません。めちゃめちゃ相性が悪いです。なんでどこまで伸ばせるかわからないんですけど、まあ、そもそも U タイムに行けるようにまずは頑張って打ち込んでいきたいと思います。さあ前半戦をリードして折り返した2タイムズチャンピオン平山、まずは確実に U タイム突入を果たしたいところですが、
よし、ニュータイム突入です。無事に到達しました。ベンちゃんがマジで自信ないけど頑張ります。満開モードと非常に相性が悪いということで自信なさげな平山、継続率はおよそ 93% ですが、果たして。あーやばい、これはやばい。あー同行版も白のまま。あー終わっちゃったかもしれない。ファイナルジャッジ、チャンスアップが全くありません。早くも満開モード終了の大ピンチです。あーでボタン出ない。いやこれ本当に連チャンしないんだよな私。終わりです、7連。あっという間でした。増えてね。まあでも8ラウンドが1回あったんでいいでしょう。どうしよっかな、こっからもう手詰まりだな打ち台ないんだよな、どうしよう。さあ平山んがショボレンに終わり事なきを得た山ちゃん、ここですかさず反撃に出たいところですが。お、5枚、2、4、5枚、SR があればいい。 SR か赤か確か、あー HR。あー U タイムまでやっと100回転が出た。やっぱりほら、やっぱ時短だったんだ、この前の初当たりが。50からかな出るのって、これ分かんなかったんで思ったけど、100から出てくれるんですね。いやこれ安心したぞ、安心した。波の台、いい台を探さなきゃいけないんですけど。じゃあちょっとね、さっきの AKB は連チャンがヘボかったので、もう一回連チャンさせたいということで、勝利打点をちょっとだけ打ちます。さあ U タイムまで残り30回切りましたよ。これをもうここから引いたら、 U タイム突入する前に引いたら、それはもう完全に前半の中締めの時に平山さんが立てた U タイム突入前に当たっちゃうっていうフラグのせいですよ。これだよもう、絶対やめて、絶対これ平山さんのせいだよ、これで当たったらもう絶対やめて。しっかりフラグ立ててったんだもん、もうマジでやめてほしい。ちなみに初当たりは 50% でしか ST 入らないんですけど、 ST 中の当たりは、右打ち中の当たりは全部 ST だから、 U タイム中の、うわもうやばい、 U タイム中の大当たりは結構有利なんですよ。だから U タイム結構有利なタイプの機種なんですよ。だから本当にやめて、ダメ、いやなんかダメ。保留はね、まだこれって結構熱いはずなんだけど、もう一個上に金があるから SSR が、まだ大丈夫。激アツ絶対やめて、激アツ絶対やめて、よし、絶対やめて。もう28はもう当たらんでいい、そこまでいっていいやつ。うわなんかダメだって、もう絶対ダメだって、絶対ダメだって。三大ズッキュン演出だろこれ、絶対ダメだって。これマジで全員出てきちゃった、これ熱いだろ。だもうこれじゃん、もうこれじゃん、激アツ。この辺では激アツって言ったら激アツらしいっすよって頭で言ってたやつじゃん。もうマジでやめて、いや絶対やめて。2回目出た、1変動で2回出んのこれ。今のはね、三大ズッキョン演出なんですよ。いやほんとやめて、絶対当てちゃダメ、バカだね。一生分ゴール一生分女子ライチャー、間もなく U タイムというところで大当たり。大道後229回転、投資金額は1万2000円でした。さあ通常図柄の大当たりでしたが、もちろんまだ分かりません。 ST 確変状態である可能性も十分にありますので、なんとかこの100回転以内に引き戻したいところです。ここからですよって、
ここから先に入ったら当たったらって前振りしてる時に激アツ予告来る？マジで考えられないんだけど。完全に必勝本の呪いだよこれ。さてそんな中、リードするヒラヤマンは持ち玉を使って超威打点の島を探索中です。じゃあちょっとレンチャン即やめの台があったんで、これ打ってみます。ただのオカルトなんですけど、天国かもしれないんで。さあそしてデートモード中の引き戻しを狙った山ちゃんですが、お疲れ様です。疲れてないのよ、全然疲れてないのよ、デートしてないから。あーもうダメだ。何事も起こらず終わってしまいました。単発終了です。くーこれやばい、移動しましょう。時間もうそんな U タイムまで打てないから、ちょっと必勝本の悪魔にちょっと引導を渡してきてやりましょう。あざす。お疲れ様です。やってくれましたね。何をですか？前半終わりで U タイム突入寸前でどうせ当たるんでしょ単発って言ってたでしょ。言いました。フラグ立てましたよね。はい立てましたけど、その通りになりましたよ。やったー。人の不幸を笑顔で手叩いて喜ぶってやめてもらっていいですか。いやいややりすぎでしょ。すげえ性格悪く映ってますからね今。性格悪く、山ちゃんが U タイム直前に単発やった。いやいや性格の悪い女ですよこれ本当に。いやいやもうこっから取り返しますから。私の7連がマシに見えてきます AKB。 突入しただけマシですよね。そう突入しただけ腹立つ。いや俺は連さんでまくる。はい、もうこれで勝負決めましょう。伊達ですね。もうこれもうこれでちゃんと勝ちましょう。ちゃんと勝とう。いきます。サイトセブンカップで血が流れるかもしれません。さあここに来て超伊達点対決となった1回戦第3試合、時間はまだまだたっぷり残っていますが、でも水柄なんだよな。1に変わる。当たった。バトルリーチ後半発展がほぼ濃厚でヒューズ柄の天敗です。やりました、天国やった。やっぱやりました、やったぞ。ヒラヤマン、これがトータル14本目のゴール。黄色微妙。ランプは黄色です。大道後わずか37回転で大当たりを仕留めたヒラヤマン、さあ超限ラッシュ突入となるでしょうか。厳しそうやな。一切チャンスアップないもんな。ハンドルを左に戻してくれ。残念ながら敗脱でした。ハンドルを左に戻してくれ。せっかく当たったのに。タイムリミットまで残り3時間、大道後2回目の初当たりも単発に終わっていたヒラヤマンは、もうだって319今日3回も引いてるのに1日で全然出ない。暇だから見てこよう。いや何なんすか。当たるけどラッシュに入らない。あーやっぱ初当たり引いたんすよね。あれ2回当たったけど2回とも入ってないんすか。入ってない。じゃあまあ見ろ。やったーやったー。あなたこれやってたんですからねさっき。これ打っとくかな私。いや隣はやめてください。隣は本当にやめてください。本当にやめてください。いやいやもう本当隣はダメです。本当にもうこれ以上やめてください。結構使ってます。いやそうです。結構これは何枚目ですか。
か。これは4枚目です。え？あと14,000。3万6,000ってこと？そうです。やばいやだ、前半2万5,000もう使ってんだからそれはこのぐらいでしょうよ。早く、はい、早く当ててください。わあ、いや、そう、応援してくれた。だってリタイアじゃつまんないじゃないですか。すごいスポーツマンシップ。フラグ立てましたよ。はい、フラグ立てた。ああ、そう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 、これはちゃんと当たりますから。敵なのに通常が当たりますから。いや、なんでそれを言うんですか。一番がっかりするやつやらせようとするのやめてくださいよ。いや、でもちょっとさすがに、はい、当たりなしはかわいそうなので優しい。あ、一回当たってんのか。一回だけ、その一回で逆転してやりますよ、じゃあ。見てろ。頑張ります。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。いや、マジで今まで悪口言ってごめんなさい。ちゃんと応援してくれるっていうね。いや、頑張ろう、これはもう。こんままこんな情けない試合で終われないよ。ちゃんと当たって、でちゃんと逆転して、ありがとうございましたって。感謝の気持ちを述べないとね。俺は男としてみっともないよ。頑張ろう、当てよう。おー、来た来た、熱い。枠組フラッシュね、入賞時。これは 60%、 黄色で 60%。 隕石の変動、図柄変動は、2番目に強い変動の中でね。サイクロンの図柄、熱い、来た。いや、平山さん神様。いや、平山さんのおかげ、完全に平山さん神様、本当に。変動、図柄変動、これサイクロンの次に強い。これもう十分当たる隕石は。で、真ん中のな、チャンスの7もめちゃくちゃ熱い。これはもう全然当たる。図柄が変わってほしいですかね、疑似練していくうちに。これは熱い、これは熱いよ。ちなみにこの横から黄色のバトルって出てるんですけど、これね、もう一個上に赤があるんだけど、赤でも 66% なんですよ。 60% と 66% だから十分変わんない。黄色で十分。よし、これはもう平山さんがくれた当たりですよ。素晴らしい、ありがたい。わー、来た、極限部行った、極限部行った。バトルリーチかな、バトルかな、普通の。あ、バトルか。あ、図柄4か。バトルリーチだと仲間参戦はそれでも欲しい。これは欲しい。でも来ないんじゃないかな。そう、あのね、1個だけ怖いんですよ。極限部とかね、真ん中図柄7とか、うわ、来た。説明してた途中でもらった。完璧に平山さんだよ、これマジか。いや、すげえ、すげえ、これは。あまりにも完璧な流れでもう笑うしかない山ちゃん。本日2本目、さあ反撃のゴール。平山さん、ありがとうございます。大道後177回転、追加投資は5000円でした。さあ山ちゃん、ここはゼガヒでもラッシュに入れなければなりません。あら、そう、確かそうだよ。偶数、違うか、偶数は何で大当たりの方か。でもまあ今のでもらいなんじゃないのかな。あー、そうでした。いや、平山さん、ありがとう。平山さん、ありがとうございます。いやー、マジで嬉しい、もう本当に。山ちゃんがラッシュ突入を果たし、さあここから超打点対決が盛り上がると思いきや、ちょっと120まで打ったんでやめます。ここでまたまた大道の平山。もう打ち台がないな。さっきの無双相手たら打とっかな。さあここで一気に差を詰めておきたい山ちゃんですが、頼む、一発で取り返させて。
ボタン飛び出ろ飛び出ろ飛び出ろ。頼む頼む。あ厳しい。まだわからん。まだわからんぞ。まだあるぞ。ありがとな。また挑戦してくれ。頼む。カチン。わあ終わっちゃう。ライクのゲンさん。まだわからん。まだわからんっていうかもうわかったか。ハンドルを左に戻してくれ。厳しい。ハンドルを左に戻してくれ。半分半分ですね。まあ投資はこれで止まったんであと半分なんとか取り返しましょう。その後両者に当たりのないままタイムリミットまで残り90分を切りました。ほんと何もこんな激アツ激アツ外れもこんな全部当たれとは言わんからさ。いやまあいいんだけど。お言ってたらそばから来ちゃ…あ、来ないよ全然来ない。早くって呼ばんや。勝負の大機械の勝負まだまだ行くぜ。お、まだまだ行くぜ。だって継続はするな多分。3だからこれ疑似3まで行ったらちょっと嬉しいけどな。まだまだ行くぜ。ここでロゴ落ちたら疑似3も行く。あーダメか。だからこれ疑似2で片方だけって結構疑似2のまま発展しがちなんですよね。だからもう一回疑似2してほしいんですよ。頼む。ちょっとしないのかな。花火だ。あ発展しちゃった。ブッ上から炎ブッ。あー来ない。でも疑似2で片方ロゴ落ちたら疑似3でもう一個落ちてこいって思いたいとこだけども疑似2のまま発展するんですよね。さっき当たった時も7先読みチャンスとか、入賞時の V フラッシュとか結構いろいろ出たけどあれも疑似2で発展してたのあれ弱かったんですよ。結構疑似2は結構外すんですよ。さっきはね当たったけどだこの場合ここだけもうほんとここに来たい。これ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 もう一個来い。来た。いいよ。やっと来た。本日初やっと来た。この頼むマジでこれ一発入ればラッシュの方向だからこれ一発来たらチャンス大チャンス頼む頼む。来ないよね。来ないけどこういうのも欲しいよ俺は。ちょっとドキドキさせてよ。さてそんな中僕と無双、グレン・ラガンと打ち散らかし、すでに追加投資中のヒラヤマンはちょっと最後、もう一回当てたいのでライトミドルで頑張ります。岐阜堂々久々なんですけど一個戻しなんでね、ちょっと打ってダメだったらすぐやめます。残り1時間ですね、うん。ちょっと1回しか当たってないのはあれなんですけど、ただ今聞いた話だと平山さんも今とうとう現金投資になってるらしくってだったら俺持ち玉がもうほぼないんですけど、それでもまあやっぱ1万発はいらないっていう話になってきてるん で全然ありますね。まだまだ望みは捨てない。いけるでしょ。頑張りましょう。当たりましたよ。急に来た平山16本目のゴールわずか17回転1500円の投資で大当たりをゲット。さあここでラッシュ突入を果たすことができれば初戦突破へ大きく近づくことになりそうですが果たして。おこれ2個赤あってストックは結構熱いと思うけどでもこれをなんか変なとこで使うんだよね結構。赤い。ストックを使いなさいよここで。お、当たった。ストック何やった？保留連するかな。よーし。ゴール！
この勝負どころでいとも簡単にラッシュ突入を決めたみんなの人妻平山。ここで連チャンを伸ばし山ちゃんにとどめを刺すかと思いきや、簡単全然ダメでした。初当たりはいいけど連チャンは伸びないという今回の平山。この義父堂々でもわずか3連チャンで終了です。全然ちょっと4ラウンドしかいけない。ダメだこりゃ。いやちょっと時間がなくなってきてやっぱ焦りますね。ちょっとこれは頼む頼む、もう頼む頼むことしかできん。私も力になるよ。もうほんと神頼みだよ。もうもう本当に当たってくれ。頼む頼む、マジで頼む。実戦終了10分前になりましたね。いやちょっと状況的には厳しいですね、うん、ただ俺いつもだったら朝10分ぐらいかけて全体見て1台を決めるんですよ、実戦台を。今日は最後負けて迎えた時に最後をね、その時に時間がちょっとでも惜しいからって言ってもう全体見ずにさっと決めたんですよね。この台、この台というかこの島の台にね、今からの10分ってその立ち回りで浮かした10分なんですよ。この10分で何も起きないわけがないです。見ててください。タイムズアップ。はい、実戦終了参りました。いや結局ね、一生分の女子ライターはうんぬんじゃないんですよ。俺が弱いんですよ。いや悔しいですね。次こそ、次機会があれば次こそは勝ちたいですね。お疲れっす。あーだこーだと大騒ぎしつつ、終わってみれば大惨敗の山ちゃん。同じく持ち玉ゼロに終わった平山ですが、終始余裕を持って初戦突破を果たしています。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやもう本当にこの必勝本の女子ライターに見られるのが嫌だもん。この負けた様を。いやでも私が話しかけて当たったじゃないですか。そうなんすよ。だから私一回ももうそれ以降行かなかったんですよ。そうなんすよ。もうはっきり言ってね、めちゃくちゃ気使ってくれましたよね。隣座ろうとして座らないでって言ったら本当に座らないでくれたし。そう、優しくないですか。そう、むしろ結構俺のためにいろいろ考えてくれたのに、ただ俺に腕がなかったんですよ。こんな情けない話ないですよ。いや私のイダテ何連してるか知らなくて、はい、ワンちゃんはまくられちゃったかなって、はいはいはい、思ったんで、はい、なんかいろいろ打ち散らかして、はい、結局結構負けちゃったんですけど。あ、結構負け、どのぐらい負けなんですか。投資が1万8500円で出玉 なしだった。ああ、じゃあ普通に負けて、普通にいい感じの休日のおばちゃんぐらい負けてるんですね。そう、でもなんか初打ちのグレーンラガンとか打てて楽しかったです。楽しかったんだ。楽しく勝てたんですね。何で当たるんだろうと思って、結局何で当たるかわからないまま終わりました。当たらずに終わったんですね。、はい。いやでもまあまあ悔しいけれども今日はもう乾杯です。何もできなかったです。いや私もなんかしっくりこないんですけど、あんまり。え、なんでですか。負けてるから。だからあ、でもまあまあそうですよね。だからもう本当に俺が情けないだけって話ですよ。そうです、情けないよ。何やってんの。ちょっとぐらいフォローしてくんないですか。ちょっとぐらい。別に俺 M とかじゃないからそれで興奮するとかじゃないですからね。いやでもちょっと、はい、納得いかないです。納得。なんで俺勝った人に納得いかないって言われてんの。情けなすぎでしょ。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第3試合は平山が山ちゃんボンバーを下し12大会ぶりの準決勝進出を決めています。はい、準決勝に進むことができました。なんかちょっと納得いかない勝ち方だったんですけど、まあ、でも次の対戦相手がヤッシーさんか大木さんどちらかということで、次はねこんな1万8500円使って終わるみたいなことがないようにグレーンラガンはもう封印してちゃんと立ち回ってプラスで勝ちたいと思います。次も頑張ります。YouTube で見れる充実のラインナップで配信。
毎週月曜配信、ブリッジと光の面白いテレビ。毎週月曜配信、ゼニゲバ。毎週火曜配信、嵐の松本。毎週水曜配信、逆転タック。毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイト7TV。